本日はブレイキングダウン12本戦に出場予定の村田正和選手の実の息子である赤パンニキ選手の試合が急遽中止となりましたので、そちらについてまとめていきます。赤パンニキ選手はブレイキングダウン12オーディションに村田正和選手の推薦選手として出場し、村田正和選手は赤パンニキ選手について、こいつは俺の息子です、横浜喧嘩自慢の時にも予選に出ていたんですけど、誰がどう見ても予選では勝っていたんですけど、監督の黒石くんにスター性がないって言われて落とされたんですよ、なので今回推薦させてもらって、ひな壇でスター性が一番ある広見川選手に絡めていったんで、ぜひ試合を受けてください、ちなみにこいつとはガチの親子ですなどと語り、赤パンニキ選手とはガチの親子だと公言しておりました。そんな赤パンニキ選手は見事オーディションでのスパーリングにて勝利を収め、フルスイング翔太選手との本戦での対戦が決定しておりました。そんな中、フルスイング翔太選手は5月26日名古屋の格闘技団体ランブルにて試合を行い、判定負けを喫しております。そんなフルスイング翔太選手は試合後リングにて、負けてマイクを喋るのが嫌だったんですけどすみません、自分はブレイキングダウン12の出場が決まっていて、今日のランブルの出場も決まっていました、それで最近3日ほど前からブレイキングダウンかランブルかどっちを取るか選択を迫られていたんですけど、今回ブレイキングダウンはもう出れなくなってランブルに出て負けてしまったんですけど、次ちょっと殴り合いをしたいので、殴り合いオンリーで試合を組んでもらえたら KO を絶対するので、今後も僕はランブルを盛り上げていくので応援よろしくお願いします、ありがとうございましたなどと語り、ブレイキングダウン12とランブルどちらかを取るかを迫られた末、ランブルを選び、ブレイキングダウン12は欠場すると語っております。さらにフルスイング翔太選手陣営のインスタグラムストーリーにて、今回ブレイキングダウンの本戦が決まっている状態でしたが、試合間隔が短くどちらかを取らないといけない状態となり、両団体のトップ同士の話し合いの末、ランブルを選ぶことになりました、申し訳ないです、契約書をしっかりとチェックしておくべきでしたなどと語り、ブレイキングダウンとランブルのトップ同士の話し合いの末、ランブルに出場することを選んだと語っております。本日もご視聴ありがとうございました。